間違いはない。準備はできたな。まだ終わりじゃない。今乱世に誘惑する総猛徳のもとに集え。届かないか。また流浪の日々かよ。まだ終わりじゃない。乱れたよう俺たちが塗り替えるんだ。今乱世に誘惑する総猛徳のもとに集え。また流浪の日々かよ。今だ。せめて手厚く葬れよ。この俺が。おらいらい。嫌だ。おらいらい。これはいかん。届かない。投げといくか。国会出発。準備はできたな。まだ終わりじゃない。乱れたよう俺たちが塗り替えるんだ。今乱世に誘惑する総猛徳のもとに集え。
乱れたよう、俺たちが塗り替えるんだ。せめて手厚く葬れ。これはいこれが曹操軍が誇る虎視隊だ。この俺がこの城俺にくれるのか。ここまでかよ。また流浪の日々かよ。届かないのか。こんな終わりか。この城俺にくれるのか。また流浪の日々かよ。降伏しろ。準備はできたな。終わりじゃない。旗揚げと行くか。また流浪の日々かよ。届かないか。飢える時にしっかり食っておけ。これはいかん。届かないか。オーグ解放マスター。
日々かよ。これはいかん。まだ終わりじゃない。乱れたよう俺たちが乗り換えるんだ。届かないか。旗揚げといった。届かないか。また流浪の日々かよ。準備はできたな。Thank you.
届かないか。やるじゃん。やっちまった。また流浪の日々かよ。まだ終わりじゃない。乱れたよう、俺たちが乗り換えるんだ。無心の力、受け止めることができるか。また流浪の日々かよ。届かないか。これはいかん。旗揚げといくか。まだ終わりじゃない。準備はできたな。乱れたよう、俺たちが塗り替えるんだ。無心の力、受け止めることができるか。共に戦った皆のおかげだな。ほら、真っ逆さまを抜いてカマンに。まだ倒れぬ。
届かないか。よくも私の顔に。さっき叩くない大阪のやつがダウンのめちゃめちゃ声殴っちゃうって言ってんやろ。なんか声いつまでさっき叩いてんやろと。あー、トースト乱戦しててあんま叩けてなかったか。まだ終わりじゃない。また流浪の日々かよ。やあ、真ん中だった。まだ倒れぬ。なんか特技向上って副将棋の赤とかもなんかすげえ上がるみたいな。だからまあ5位みたいなやつとかだけじゃなくてシュシュンとかでも結構赤染めはめっちゃ減るよみたいな。まあ、次9でこんだけやったらまあ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 乱れたよう俺たちが塗り替えるんだ。まあ、顔面にの毒とかがやっぱ、まあ、ラスライマンとか。あんまりひどいと怒りますよ。壁になった。あら不思議。しっかり切っておけ。こっち範囲に入ってる槍兵の数。あま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 あ。だろうな。うわ、嫌だ。カンペちょっとずらされるのが上がるの。これはね。届かないか。確かに。また流浪の日々かよ。
我ら一丸となりて約束を守る。加工法とか入ってない。三枚体無視陣入ってないと全然残り18。大毒ないしな。よくも私の顔に届かないか。まだ倒れぬ。刺さる。乱れたよう俺たちが塗り替えるんだ。ハマ2発ぐらいで。またルドの響かよ。あーな、タップ隊行ってるやな。誰も見てへんわ。
あ、悪魔に傷を。やっぱりワンパン入るからもう下の復活するカードで。水産あのバテオはマジで使えへんよ。まあ大丈夫だ。前へ行くぜ。私はここにいます。なんで言わならんかったよね、これね。
けずにも真っ直ぐ返されていいと思うよ。ワンタン、いや、でも弓が広がると見てもらいたいからな。天下三分、成し遂げましょう。水泳よ。かけ進むのみ。カッパ長槍や。戦うぞ。あんま刃剣前出すぎると弓に射抜かれるから。いや、なんかもう長方とバットを張り付けて、なんか二部隊掛けとかでいいんじゃないかな。進むのみ。で、長運はまあいろんなにしながら、たまに工場取るでもいいし、まあシステムがあるから。我が軍略で、まあドーンで いらんことしながら、なんか適当に、あとは流れで。かけ首を切れ。いいんじゃない。まあ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 、貴様らの滅び。まあ、相手気分打てへんからね、今諸葛亮量が乱戦するのは違うんじゃないかな。なんならもう一回ハッケーでも引くわけには。か、バッチョーとちょっと、重宝をちょっと離しとくか。見えるぞ、ハッケー確かに入ると思うから。貴様ら滅び、我らの勝利が。か、で、重宝を左とかに張り付けて。まあ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 、相手も6入ってる。この地全然のみ。おいつか。無力破壊強っ。いや、しょっくりね、見事強かった。水泳よ。まあでも、戦うぞ。相手のハクカと運勢が死んでる状態と、もうなんかあとは適当に勝て進むのみ。いけんじゃない。超死流前に。さすがにないんじゃないかな。相手の肩もだいぶ悪い。その刃我が懐には届かん。だいぶあれだったね、うん。っ前へ行くぜ。かけ力なき者どもを支配してやる。我が策、我が軍略、すべてを見。見えるぞ、貴様らの滅び、我らの勝利が。我が策、我が軍略、すべてを見えるぞ、貴様らの滅び、我らの勝利が。オーグ解放。
だ4世の隙ないと思うから。オール解放、応援じゃないかな。まあ超北の右の方でいらんことしてもらえたら引くわけには。いや多分大丈夫じゃないの。まあ乱戦したものはちょっと違うかなと思うけど、まあ乱戦したら乱戦モデルが増えへんからな、モデルとはいえ。超運は返しといた方がいいかも。一応テンポとテンポでまだ下らされるから。やっちまった。まあワンスルー、まあツースルーぐらいできるから、まあ超の最後新速戦法で守ればいけるんじゃないかな。征服してやる。ほっとかせるよ。そのまま入ったら全発で超を待って新速戦法を打って、我らの行為を何者にも崩させぬ。まあもうあの8ランクでもよかったけどね、乱戦でよかったけど、一応カッカやり出てる。ではこのまま下の方に乱戦していければ。いや絶対強くないと思うよ。絶対強くないと思う。下げるぜ。そこでどっちかって、そこか。
やるのが完璧ですね。長時間座るのに完璧なシステムが。すぐに前進へ。初めて見たんですよね、寸劇大体。痛いですね。我が神速の傭兵で滅びろ。さっき4体で 30% ぐらい回復してたんで、結構数日あればな。行かせ。もう時間を使わされて。死になさい。そこか。そういうことか。行きますよ。いやなかなか厳しい。ハハハハ。あんな助けになるのか。とことん回復型の。あーこれはもう攻める時間がない。もうこれはきついですね。完全に相手が居座るも遺跡が動かない。友達助ける。緊張かな。初めての緊張かな。まだ尽きてはいない。だから相手ソジュとか入ってないですからね。今回強くなった。6で攻めたい。そうですね。なぜ私が特になんだろう。攻める価値が一方なくてあげればいい。まあでも一応記録5ありますしね。752特技間に合うといいな。そうなんですよ。
なんか柵持っててもいいかなぐらいの。柵あってもいいかな。まあでも今出たら柵はあるでしょ。そんな感じでしょ。ただその分計略結構情報されてるのもありますしね。で、確か攻撃力上昇のへへへ固定じゃないですか。やり残したことただあの装備使うなら王装でいいんちゃうかなみたいな感じにも、個人絶対縄文守るマンがプラナラですね。いやーこれやと相手が炎症が11でプラナナなんですよね。10でプラ、なんか最初の7でプラ3らしいんですよ。で1増えるごとにプラ1らしいんで、で12でプラ8らしいんですよ。でこれで多分その指揮管理が難しいだけで、そこさえクリアすればめっちゃ強いみたいのは。そうなんですよ、あぶれさせる系の人は絶対合うと思うんですけど、ただ正直何で守んねんっていうのが、なんか群衆が強くなったらしい。うん、今それが 1.5 になったらしいんですよ、1体ごとに。確か文集がプラ5で、式後プラ5を 8.5 カウントぐらい持つらしいんで、意外とやれるかな。あ、あれだな、2体倒せれば3返ってくるんで、すぐに前進へ。嫌なんですけどね、相手に弓がいなくてよかったですね。強い弓が、強い弓いたら多分ライン上げれないんで。結構カウント的には相手のいい感じに、これ多分また相手12溜まりますから。今11ぐらい、新卒の傭兵で砲撃。そうですね。今こそね。それであと炎症範囲めっちゃ広いですからね。フルコンがちょっとかわいそうな感じ。ただなんだかんだで武力上がるんで、相手のやり出しがうまいとやばい。でもなんか 2% らしいですよ。なんか 2% が 4% になって、なんかまずか 2% に戻ったみたいな。 3% にしとけよっていう話は。あーでも命がけの物種だ。
とりあえず塗って、やり残したがっつり塗って間に合うという時間を使うか、長瞬間を打っちゃうか、塗って、あ、いける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 、長瞬間さえあれば3枚ぐらい長瞬間に入れられれば、あー、おいしい、おいしい、それはいける、で、右側だけしっかり塗って、強い内乱が入れば、もしくは、死にません、塗ってこ、頑張って塗ってこ、遠家の力を天下に示す時ぞ、お前と行く、これは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 、これはこれは、これやったか、やった、あー、これは取らない、取らない、死にません、バッカバッカ、戦術あればな、あったいやー、今のは、いやー、いやー、あと2マス、あの長瞬が入った瞬間だった、タイガーショットまずは損壊で、端を釣りつつこう突撃するから、あ、損壊、ただコースがもしっかり狙い定めてるから、あそこで損壊端攻めするのかな、そうやな、あ、おっと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 、早すぎだろ、まあまあまあ足で、まあ1コツやから、まあしゃあないな、ただ内乱の方が危ない、やはりダメですか、ちょっとここでは塗っときたいかな、あと56マスぐらいかな、バカモン、あー、全然強いか、強いか、ダメんじゃねえ、僭越ながら、おおお、始まった始まった、ほう、あー、ちょっと危ないな、これは、ソンコーとかソンケンあたりで大砲の意味を消さんと、お、これはなんか今必要か、はあ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 、やはりダメですか、相手は四季中使ってこっちは五三か八か、四季体質にしてるのかな、今、お、入った入った入った、この先何点でも差を見せる、そうやね、失礼だな君は、スタックがある分こうちょっと攻めあぐねてるし、で、孫権をちょっと放置しすぎたから、うまいこと釣られてますよ。そうそう。で、まあ、事情は、まあ、孫権と女性のダブル弓がおるから、まあ、入ったとしてもこれ一発ぐらいかな。僭越ながら。
だそうです。あと10マスぐらいかな、濡れるのは。あーもうちょっといけるかいけるか。いけるいける。あーちょっと遅かったか。ただダメんじゃねえ。まあダメージは取れましたね。あとまあコースをどう止めるか。今何個溜まったのかな。2か。じゃあ次あと1回まあ号令打って3になるから、その時に勝負をしたいなって思うの。やれやれ、これだから誰に。広いな。ここの間でこう、おうまいことすっぽりか。これはお主導ディフェンスだ。まあ連関ができるかな。だい無警戒やな。ちょっとその間にどれか。おーい、ね、はめました。でもう一回勝利ベンチ。毒軍か増援かどっちかかな。あ、大攻勢。お、今か。やはりダメですか。いつまでも調子に乗ってるんじゃねえ。よけい。我ら一丸となりて役族を討伐せる。で、おなんかすっぽりしそうやな、これは。はい、さよなら。主導ディフェンスだ。まあこれで、まあ縄文入る頃には効果時間が切れてんのかな。この双剣で悪を切る。21、22か。13。何で今んとこ残ってんのはユミが2人と、やはりダメですか。まだ倒れぬ。くらえ、かかる。あ、だからもう、おう難しいな、戦って。くらえ、お見事でした。多分タイガーショット中やったら賃金の挑発は効かんはず。効くんや。まあまずはバックを壊しときたいかなーっていう。ダメですか。ああ誰だ。ブサイク
確か結構痛いな。お、あー各所落としておきたいが、時が来たか。僭越ながら待った。でも調子に乗ってるんじゃねえ。さあ始まりました。ちょっと弓打っといた方がいいんちゃうかな。そういえばいいだね。でこっから車輪、ああそっか。連冠？あ、連冠。あー、弓二人は大丈夫なっちゃうんかな。おやばいな、これはちょっと危ない。どっちか落ちたらまずい。おお、ここはちょっとたらこれあと逃げるかな。相手はで、てかこれ逆に自分が死ぬんちゃうかな。これハハハハ、結構長い。僭越ながらダメんじゃねえ。おお、これはちょっと、これは取っときたいかな。俺の前に立ち塞がる者はせめて吹き飛ばす。1、2、3。おお、いいねいいね。そんな甘い当たりで俺が止められるか。あ、そうよ、死んだ。認めねえぞ。さあこの間に、おーっと各所も相当慌ててるな。慌ててる。これはしゃあない。まあちょっと苦し紛れに賃金打ったなーっていう。でも今のうちに舞を倒しときたいかなーって。もうこれはちょっと勝負が決まりました。一騎打ちで全てが流れが変わりました。はい、お見事です。こういう時にゾウって何すればいいんやろうって思うのに。
まあ、これは展開的には結構今日が止まる、インフの今日が止まる、これがシステムですね。あーすごいお上手、まあ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 、さあでも今の見せたらやっぱさっきみたいにジョーが一回止まって何出せへんのかってなったからあれ吹いたけど、やっぱ出してくるんやってので、そうなんか今みたいな状況だった時にどうしても止まらなあかんから、なおさら向上率入りやすいし、意味なくても見せとくのはほんまに強そう。これでまあ相手がその上下に即コメを使うのか、この辺結構スタイルによりそうですけど、まだ終わりじゃない。本当あっ銀が、おーまあ遅くなる連冠だけみたいな、あー減る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 、あー両方も殺せる、うわつい、あーリュウリ死んだけどつよっ、ほらいやこれジョーガーがまだなんか微妙な時間やから、これでジョーガーが一回やったりとかすると、あーでもなんかあの位置ありゃっぽいな、あジョーガーも一回やったんや、そう無双がね、あ結局あっカンペ、あっカンペ今刺したんじゃないの、やっぱあっとジョーガーが術リュウ刺さらず、相手長老サボってるけど、あんなにリュウビ気合いをして、まあでもなんだかんだ、おっまだ、あっ飛んで、まあお前揃ってただもうぼちぼち無双も飛べんのかなぁと、はい、相手すーげえ突撃してくるな5位とかカンペ関係ねえって感じ、リュウビー似てんのかな、カンペ似てんじゃないか、あリュウビー、あーわーおいしい、相手本当に、それを知らない男、待機やけど帰ってインプーかな、今気づいたけど日程違うんですね、スタンプ今回、
なるほど。じゃあもう1週間でカンペ取らないとっていう、最終週に追い上げるっていうのは難しいですね。あー、もう2枚あんのか。俺たちが塗り替えるんだ。ロロロさん今日は来ないんですか。あ、ジョーが。お前だけは絶対に蹴る。おっと、突撃ジフトか。あ、でもリュフ帰って、あ、塗りにアイラン、とりあえず。お、ジョーガはギエンか、ギエン突撃が、あー王徳が、おー入ってる。まだリードしてるけど、アイランがーっていう。おい、長老の頑張り次第なのかな。さすがにあと8カウントではという。あー、やっぱりゴトの米がね、誰にも渡しませんよ。飲み会いいっすね。旗揚げといった。そう、嫌いだな。まあ、後期。あれ、右が、おっと、おいしい。あー、矢倉が。これはいかん。届かないか。え。おっと、しずえ、なんか結構ニコスのメインのカードなのに、こういう時に周遊兵力あんま気にせずブイブイいけるのが、兵力減ってても他が、おお、嘘でした、嘘つきましょう。まあ、準備はできたな。まだ終わりじゃない。ね、確かに守りで男の位置だけを打たせれたら。声が、うわ、もう帰ってきた。え、黄色、これがカレーパンの力。の手で守るのだ。まだ我が命運は。まあカンペ止まらないですからね。拙者が参ります。下がったから長州も死なず5位も入る。おー、よろしおすな。後期
でも今相手式8、まあ、もうちょうど周遊集体上がっていたら弾、まだ終わりじゃない。リクコ、この方位と結束崩させはしません。乱れたよう俺たちが塗り替えるんだ。あえて今これで次4ぐらいよ。ああ、これがやり出しのデグなんだよな。ただまあ男の意地打ってるけどヘル34割お術だな。ああやっぱり向上術なんだよな。やっぱり頼りになるぜ向上術。まあ、この間の周囲の動きとかはもう完全に待機。確かに劉備も帰ってくるし、待機じゃない。ああ、パパもこのカウントでこのラインで石杖シュート打たれたところでっていう感じがあるから、もうパパあっこでも強引に大気なのから応援に行ってた方がすげえな。周遊よく我慢したな今。一つ体で受け止めて、なんかよく苦手やとは言うてるんで、石杖ね、安定感が。たとえ数人の敵がいようと俺は倒れんぞ。制圧力上がるってもなんか届かない、当時の方がちょっと大きいぐらい、そんな上がらないんだ。またルドの日々かよ。これはいかん。後期男の意地が、あ、入った。ところでもう5、6カウントぐらいあっても義援がすげえ頼もしい。あった。油断は飛ぶなよ。
乗り換えるんだ。我が神速の傭兵で滅びろ。あと数日あればな。また流浪の日々かよ。もう無理やり取っていく。もうこれはもうここは各種はもう道連れでいいんで。やり残したことが。でこの隙にでサッカーはこの時にでちょっかいかけながら。乱れたよ。俺たちが塗り替えるんだ。え、これやばないか？来い、貴様らの血の味は飽きない。いや、いや、やばい、これは。あぁやばい。なぜ私は死んでいるんだ。我が神速の傭兵で滅びろ。あと数日あればな。もうこれはオーデン解放マスター。やべえ、刺さった。べきかもうお分かりでしょ。どこまでも戦場を駆け抜ける。
めえ、俺の銭を。命あっての物種だ。覚えます。うわことこそ我が忠。障害だな。俺は死なない。あかん、俺ヨガ喋ってないわ喋ってないわ。もうまあ真剣すぎて。いや、商業がいるからちょっと無理や。一軍の将が軽々しく動くな。おお
ここは引くか。さあ第2戦、戦友対戦始まりました。まずはリッコーで早くもピンチ。いことあーっと一番最悪なパターンを引いてしまったか。ちょっとこれはニノさん3割ぐらい確保した方が良さそうか。ここで内乱捉えてここで終わりにしときたいですね。撤退。ただ思ったより向上力はなかったのかな。これは逆にこっからニノさんが、カウンターで八景3枚かな。これは
たが、リ向こうは明日、おー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 、さあで、ね、よう一騎打ちおきますね。ただこれは逆にニノさんが取っときたい。いやでもいい感じですよこれ。おさあこの状態でハッケを使ってこっちは二部隊がかな。我が策、我が軍略、全てを手に。まあ対して向こうはまあ周遊かな。まあ帳消しになりそうかな。俺は人生で一度も喧嘩で負けたことがない。僕これ個人的にね、まあ僕このセブンスターの漫画見てるんですけど、三船じゃなくてあのタクトにしておきたかったです。行くぞ。では策の通り。あでもちょっと左が入りそうか。ちょっと崩れてるかな。我が命運は。ちょっとこれは総益君主が選択道っぽいかな。ここでは死ねない。後期やっぱ工場で強いっすね。私はここにいます。何度でも戦おう。いやリノさんはもうこの際おっとおっと残念な体勢でリックを打たれました。でこれ武力ナンバーガンやろな。5で66で、速度上昇。おおちょっとこれはクルコンが入った。我らの手で守るのだ。ちょっとこれはハッケーでの止められるかな。我が命運は。ここで諸軍からの二部隊が現状ね。もう、かけたんは観光と脅威。全てを確認。武力がまだ及ばないか。じゃあここで脅威は守りたい。争いは嫌です。撤退。おっと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 、ちょっとこれは相打ちっぽいか。おっとなんとか相打ちは免れた。なんかさあここで塗りたいところですけど、やっぱり周遊、まあ制圧位置であってもやっぱりキバーキバー。これでおそらく、フルコン。おっと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 よそ見をしてたのかな。さあこれ3枚掛け。今のうち足並みが揃う前にこうどれか一体落としときたいかな。愛する場所を我らの手で守るのだ。まだ我が命運は。
おっ、これで一気当選で、試合終了までは、続くはず。あー、やっぱりここで奥義出ました。あ、そうか、馬がいないですからね。ここでは死ねない。あー、さすがにこれはちょっと。やっちまった。攻撃。やっぱり、まあ自分が撤退する分、やっぱり周囲って武力上昇して高いですから、まあ守れるというか、で低枚数やから余計にこう逃げやすいっていう。おっと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 、これはいい笛じゃん。ちょ、これ蝶が飛ぶじゃんか。おっと、さあここ、この間に取っておきたい。ここで2割ほど取っておくと、うまい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 、いいですね、いい開幕です。お、これは当時も落ちる。ちょっとこれは曹操しかいなくなるのかな今は。まあこれは長鋒が死んだらもう帰るっていうのが一番いいのかなって。それよりも孔明が生きて帰れむないな。これはあ、いや、これはもう逃げ場がなかった。ただ、これ 3.4 割か、ただ4割取ったんで、これ刹那で逃げるっていう選択肢はできなくなった。じゃあこれでソイ君主は、攻めざるを得ないという。私はここにいます。行くぞ。で急進4枚なんで、まあこれ暗殺的にある程度近いんですけど、まあ内乱を取ったとしても3割ぐらいしか取れんはず。間違えたっぽいですね、これは。これが曹操軍が誇る。これは多分なん、バーチを殺しに行くんかな。あ、韓国。お、あ、あ、あ、おっとっとっと、これは非常にまずい。これはちょっと入りたいね。まあもうこれも、ああ、これはガリした方が良そうかな。ああ、俺忘れてましたわ、全く気づかなかった。あ、
アンダーローに出すね。やっちまった。いやでも今はリードしてるから攻撃隊だ。まあバトは死ぬけど、コウメはうまいこと出したらいけるんちゃうかな。ああもうそれでいいと思いますよ。だよね、こうなるとあの利点が待っとる人はおそらくは策の通り。前へ行くぜ。だから離れて一気当選するでしょうね。で、今何や、多分長眼とこから出てきたら半径待っとるはずなんですよ多分。いやもうこれは白銀でいいんちゃうかな。これが曹操軍が誇る好評機体だ。まだそうこの状態から馬長なんやろ連艦かな新速大攻撃。私はここにいます。こっちだ。どうだよ。やっちまった。あ、あれこっちだ。まだまあ利点だけ気ぃつけて吐く。おおシスとなりて戦場を蹂躙する。まあ序盤でまあかなりリードしたんが勝因かなと。まあ序盤と中盤